はい、工房節の永田です。サビと書いて節と読みます。はい、先週ですね、3月29日新宿御殿のね、事前予約往復はがき消印有効ですよということでね、お伝えしましたので、はい、もうすぐ全部届くのかなと思っております。今週中にはね、全部届いて、来週ですね、はい、何日、4月8日ぐらいからね、はい、抽選の方をしていって、まあ、皆様にはまあその週、それはもうちょっと後かな、まあ、15、16日には返信、皆さんの元にね返したいと思います。まあまたちょっとね時間かかりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、まずペンシルの方からなんですけども、作品ね、もうだいぶできてきました。だいぶ、まだそんなにできてない、まだ目標のね3分の1もできてないんですけども、はい、まあ、ちょっとここからはね、徐々にちょっとペンシル、まあルージュペンとかグラスとかね、作品になったものをね紹介していきたいと思います。募集前にはね、ちょっとなかなかこっちが取れずに、材料紹介だけでね申し訳ございませんでした。はい、こっからはね、はい、募集してくださったお客様、ペンシル、まずはペンシルなんですけども、作品の方ね見ていただいて、ちょっと選んでいただければなと思っております。はい、最初はね、ハカランダブラジリアンローズウッドですね。現地語ではジャカランダとも言っておりますね。発音の違いだけだと思います。はい、ハカランダとジャカランダね、国によっての発音の違いでございますね。はい、今回は18,000、16,000が多いですかね。18,000ごめん、3本しかないわ。まあ、この辺はすごくいい島が出てるやつ。16,000のはね、こうやってちょっと色変わりしたやつ、動画でね、アップしましたよね。はい、ちょこっとこうやって色変わりがしていく。もう途中でこういう風になっちゃうんですよね。まあ、そういうやつがすごく多いのは、16,000がそれ辺が多かったですね。やっぱなかなかペンがね、難しかった。はい。あとはね、こういう色がちょっと薄いやつで、島がね、シュッシュッシュッって入ってる。これもハカランダブラジリアンローズウッドでございます。はい。まあ、16,000のものが多くて、1本だけ14,000がいたかな ?6 個いたかな、はい、いますね。ただごめんなさい。今回12,000円の真っ黒のやつ。まあ、そのうちね、まあ、こうやって島が出てくるとは思うんですが、そいつはね、今回はなしでございます。全部納品に使ってしまいましたので、はい。よろしくお願いします。まあ、ブラジリアンローズウッド。まあ、こうやって見ても面白いです。面白いです。はい。まあ、削ってるときはすごくね、香りも楽しめます。はい。これはまあ、ちょっと作り手の特権ですね。もう独特です、ローズウッド。特にブラジリアンローズウッドは、ローズウッドの中でも香りは、とてもいいです。はい、はい、で次ですね、はい、チヂミ木、こちらはタスマニアンブラックウッド、マメ科アカシア属ですね。マメ科アカシア属、工房説で一番代表的なのはハワイアンコアでございますね。ハワイの固有種なんですけども、まああれがなかなかいいものが出てこなくなってね、現地にないわけではないんですけど、ほんと手に入らなくなっちゃって、で、まあ他にアカシア族の木っていうのがね、たくさんあるということで、まあ探してる中に、こちら、タスマニアンブラックウッドっていうものがありました。はい。タスマニアンブラックウッドが一番ハワイアンコアに似てる。近い、じゃないか。僕ですらね、自分で作って自分の材料で買ってきてこうやって作るから、タスマニアンブラックウッドですよって言えるんですけども、多分ね、普通に材料だけパッて渡されて、はい、ハワイアンコアどっちがタスマニアンブラックウッドでしょうってやられたら絶対にわかんない。100% わからない。確信が持てない。それぐらいね、難しい。そう。濃いやつもあるんですけど、こういうハワイアンコアもね、昔あったんですよ。マジであったんですよ。本当に見分けつかないですよ。100% つく人に、いたらね、教えて。本当。どんなに詳しい人でも、まず無理だと思う。それくらい難しいです。はい。もうそれはね、現地でそうやって、切ってきてる人が
いてね、まあ、その人がこうだよって言ってくれるからこそ初めてわかるというやつですね。うん、材木にすると難しいです。はい。で、濃いやつ。はい。これ、濃いやつの中では1万8000円と1万6000円と分かれております。まあ、これはもう僕の見た目で、はい。僕の感覚としてね、値段の差つけさせていただきました。1万8000円のがいいとか、1万6000円のが悪いとかっていうことではございません。僕が思うそのレベル的なものとして値段差がありますけど、お客様に好みに合う合わない着物は別問題ですので、はい。選んでいただいてこれがいいな。で、すごく値段差もね、ものすごい迷ったやつもいっぱいあります。はい。この後、リング技術もあるんですけども、はい。めちゃくちゃ迷っております。はい。タスマニアブラックとめっちゃいいやつありますのでね。はい。で、そのリング技術、同じ。オーストラリアのマメ科アカシア属ですね。うん。他にもゴールデンアカシアとかね、実はこの疑似系のね、やつは他にも実はいろいろあるんですけど、まあリング疑似として今出してるやつですね。で、札がついてないの。1万6000円です。で、今回1万8000円のが、リング疑似出てきました。多いです。前は数本しか出てこなかったんですけど、うん。まあ、どうでしょう。明らかにというのか。うん。確かにさっき言った通りね、すっごい迷うんですよ。1万6000円、1万8000円って。うん。そうそう。なんですけど、まあ、微妙、本当に微妙かな。でも、僕の中では差があるっていうふうに解釈しました。うん。この辺とか、ものすごい迷いましたね。うん。まあ、いろんな条件で、まあ、札がついてないのは基本的。こっちの方がもともと多いね。これぐらいのクラスのやつが多いです。今回は固定なので、ちょっといいとこね、頑張ってみましたのでね。はい。1万8000円のが多くなっております。はい。また良ければね、見てください。はい。そして次に、チューリップウッドですね。ブラジリアンチューリップウッド。イタリアの方から入ってきたやつですね。はい。色、いいでしょう。島、抜群です。どうでしょう。この辺のやつと、まあ、この辺とか。多分ね、チューリップウッドの中でもね、細かく分けると、最低でも2種類いるんですよね。多分、高地の違い。で、どっちがどっちかよくわからない。うん。まあ、多分、そう、で、違うのかなと僕も思ってますけど、本当に違うのかどうかもわからない。ごめん。葉っぱとかも見てないのでね、実際のところはよくない。まあ本当は2種類いますよっていうことですね。はい。これもね、2つの木、3つの木くらいかな、集まっております。はい。今回は全部チューリップウッド。札ありません。すべて1万6000円でございます。はい。よいしょ。はい。そして、今日の最後、今回の動画の最後は、マーブルウッドですね。12000円。で、コールタは9000円で1万円にしました。はい。あ、チューリップともちょっといますね。で、9000円のやつが今、一番文句がないです。で、13000円と11000円というふうに。はい。4つの値段帯でね、ちょっと分けさせていただきました。今回、マーブルウッドはこのシャーペンシル、これで全てでございます。ちょっと他のものはね、ありません。はい。もうほんとちょっと、なくって、もしかしたら、工房ひっくり返したらね、もうちょっと出てくるのかなとは思っているんですけど、僕が、うん、目につくところにあるやつは在庫、これで全てでございます。またね、なんか、お話はちらっと聞くんですけども、まあ本当に入ってくるかどうかもわかりませんし、まあ今この値段、まあ少しずつね、ちょっとごめんなさい。僕が後から買ってって、で、だんだんやっぱり値上がりしていってるんですけど、まあ、ちょっと次のやつはもうちょっと桁外れになりそうなんですけども。うん。まあ、マーブルウッド。クスの木の一種ですね。はい。こいつらでございます。はい。というわけで今回最後のやつは、はい。マーブルウッドでした。まあ、人気ですね。でも本当なくなっててね。あんまり、他の作家さんのペンでもマーブルウッドはなかなか見かけなくなり、ちゃいましたね。まあ、それぐらいはやっぱりないんです。新しく入ってきてないですからね。うん、また、
まあでもまあアジアを含めてまあこういうバイヤーさんっていうのがねちょっとこちょこ増えてきてるのでね、もしかしてまたマーブルウッドっていうものがね手に入る、まあもしかしたら次はオーゴングスと確実に分かるものかもしれません。はい、まあ、その辺はね、うん、まあ期待しず待っていこうかなと。一応オファーはかけておりますが、なかなか難しいですね。うん、もう何年経ったやろそんなオファーをしてからっていうぐらい経っておりますし、うん、まあ日本の中でもまだまだちょこちょこはあると思っておりますので、うん、もしかしたらまた手に入れてるかなと思っております。はい、ということでマーブルウッドはこういう風ですね。うん、特徴、そうそう、この辺が分かりやすいかな。コブの中にもこうやってね縮みっぽくなってて、色変わってる色というのかね、模様がある、うん、これがマーブルウッドでございます。はい、そしてねここで説明しておきましょう。この札1万2000円って書いてありますね。はい、これ税抜き価格でございます。はい、すべて税抜き価格です。お願いします。で、僕はこうやってね、あの1万2000円ですよ、1万6000円ですよ、さっきもチューリップのね、はい、札ついてませんけど1万6000円ですって言ったやつ、税抜き価格でございます。実際は1万7600円となります。はい、ちょっとねまあこの辺はねお店とかにでまあその税抜き価格で書かなくちゃいけないとかいろんなことがあるのでごめんなさい、あの抜き価格で書いた方がねやりやすいんです。なのでごめんなさい、税抜き価格として僕はもう言ってますのでね、これずーっと言ってます。はい、あの税込み価格でこれを書くことはございません。すーごい質問来るんです。うーん、なんですけどもそれはね絶対的ルールでございますので、はい、であとはね、うん、消費税計算しずに予算オーバーで後からあの返しますっていうのがあるのでね、はい、消費税かかっていきますよってことだけね、うん、お願いします。まああとは現金で払われる方はね多少のサービスがあったりしますけども、まあ、基本的に消費税プラス 10% ね足しといてくださいね、よろしくお願いします。ではではこんな感じで、はい、今後もねまずはペンシルの方を中心先にねちょっとなるべくたくさん作っておりますのでペンシルの方で紹介していきたいと思います。マーブルとはちょっと他のペンはないんですけど、他のやつは大概ね、ルーチェペンとペンシル、そして、まあグラスはちょっと種類少なくなるんですけど、まあ他のペンでもね、出てくると思っていただいて大丈夫です。ではではまたよろしくお願いいたします。